皆さんこんにちは。こんにちは。マナンデュー TV の頼藤大樹と高山和恵です。今日もお金と向き合ってますか？イエーイ。はい、本日のテーマですけれども、3年で売却はもったいない、積立NISAは利益が出ても損失が出ても暴落でも続けた方がいい理由、イエーイ。はい、ということで僕たちはこちらの書籍の著者でございます。著者でございます。はい、初めてのNISAでイデコ、13万部超えのベストセラーになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてのファイヤーお金大全100大好評発売中です。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、というわけで先にですね、この動画の結論をお伝えします。はい、はい、利益が出ても損失が出ても暴落が来ても途中で積み立てNISAをやめず淡々と続けるべしです。うん、はい、短期で利益確定のために売却すると本来使えた残りの非課税期間を放棄するのでもったいない、うん、はい、絶対に売却は NG ではなく、教育資金、老後資金など積み立てNISAを始めた目的に合わせて活用するのは OK です。うん、損失発生や暴落が起こった時は焦らず淡々と積み立てを続けるドルコスト平均法を思い出そう。うん、あくまでも過去の相場ですけれども、金融庁も20年間保有すると運用成果は年率 2-8% に落ち着くというデータを示しています。ということで、はい、皆さん投資信託どれぐらい保有してどれぐらい売ってるのか気になりません？うん、はい、それを調べているのがですね、はい、クイック資産運用研究所というところが調べてますけども、うんうん、こちら全ファンド DC 専用積立NISA対象ファンドというふうにね分かれてますね。はい、はい、DC というのは確定拠出年金のことです。うん、はい、で全ファンド見ていただくと、はい、2020年末時点では保有期間は 2.5年、うん、2.5 年間で売ってしまっているってことなんですよ。短いですね。はい、で積み立てNISA対象ファンドは 2.1 年なのでさらに短くなってるんですね。うん、はい、でこれ2020年末のデータじゃないですか。はい、じゃあ2021年末時点のデータがアップデートされたらどうなるかっていうと、うん、はい、おそらくさらに短くなってるんじゃないかなと思ってるわけですね。うんうん、なぜならば、はい、2021年っていうのはマーケットが絶好調だったじゃないですか。うん、ほぼ、そうでしたね。そう、ほぼ皆さん、はい、儲かってましたよね、ということで、うんうん、はい、売ってしまっている人が多いんじゃないかなということで、うん、さらに短くなっている可能性が高いわけですよ。はい、でここで考えるのが、はい、そもそも、うん、積み立てNISAで利益が出たら売ってもいいのか、うん、ということなんですよね。うん、はい、はい、結論としましては、長期投資前提の投資信託への投資では、うん、短期売却すべきではないということですね。うん、で積み立てNISAはその長期投資で運用中の利益が非課税になりますから、うん、効率よくお金を増やすことができる制度になってます。はい、途中で売却するとですね、残りの非課税期間を放棄することになりますのでもったいないんですね。うん、はい、で積み立てNISAの非課税期間のイメージなんですけども、こちらですね。はい、はい、2018年に40万円投資したら2037年までできると、うんうん、で2019年投資したものは2038年ということで、はいはい、こう非課税期間20年間こうどんどんスライドしてるわけなんですけども、で売却しない場合は課税口座に移るんですよ。うんうん、だ20年間終わったからって売却する必要はないんですね。はい、うんうん、はい、これがまあ非課税期間のイメージなんですが、はい、例えば、うん、2018年に投資した投資信託を2021年に売ったらという話なんですよね。はい、売却すると、うんうん、どうなるかと言いますと、はい、この2022年から2037年の間の非課税期間が使えなくなるわけなんですよ。うん、放棄することになるわけですよね。うん、もったいないですよね。はい、もったいないんですよ。はい、はい、うん、運用益非課税で効率よく複利効果を生かすんだったら、うん、途中で売却せずに20年間をフル活用した方がいいってことなんですよ。はい、ね、できるだけ続けた方がいいってことなんです。うんうん、で絶対に売るなっていうわけじゃなくて、はいはい、売ってもいいんですね。それはいつかというと、うん、NISA を始めた目的に合わせての売却は OK です。うん、これはそうですよね。はい、例えば、はい、教育資金なのか、うんうん、まあ、旅行資金のためだとかね、はい、あとは住宅購入資金とか、うん、老後資金とか、はい、いろいろな、ね、理由で始めたと思うんですけども、うんうん、それは使うために始めたわけなん で、うんうん、そうですね、使って OK ですよってことです。はい、はい、まあ、これが利益確定のとこなんですけども、うんうん、次に損失が出たり暴落したら売ってもいいのか、ね、まあ、こういう質問もよく寄せられるんですけども、うん、はい、結論としましては、うん、損失発生や暴落が起こっても売ってはいけません。はい、積み立てをやめるとか、うん、積み立て金額を減らすっていうのも NG です。はい、はい、焦らず淡々と積み立てを続けるドルコスト平均法を思い出しましょうということですね。はい、でこのドルコスト平均法っていうのは価格が高い時には口数は少なくしか買い付けられないんですけれども、うんうん、価格が低い時には多く口数を買い付けられるので、うん、まあ、その結果平均購入単価を下げる効果があるということなんですね。うんうん、なので価格がこう上がってきた時には利益を出しやすいという、まあ、そういうような投資方法になりますね。はい、なんですよね。うん、で
今ねちょうどこう暴落相場になってきてるじゃないですか、はい、でこの暴落相場から始めてもいいのかっていう質問もあるわけですよ、うんうん、はい。でそれはね答えとしてはこちらですね、はい、リーマンショックから S&P500 に月1万円投資してたらどうなっているのかっていう、はい、こちら推移なんですけども、はいはい、見ていただくと、うん、積立元本総額は162万円、うん、これが資産総額479万円になってます。約3倍になってるんですよ。結構増えてますよね。そうなんです、うん、逆にですね暴落相場っていうのはチャンスだってことなんですよ、はい、ね、うん、ドルコスト益法でいうと口数多く買い付けてるってことですもんね。そうなんです、うんうん、これがタイミング投資だと、はい、どこまで下がるのか分かんないなってことで、うんうん、いつまでたっても投資できないんですけども、はい、積み立て投資だと淡々とやるだけなので、うんうん、ドルコスト平均法を、ね、味方につけて、はい、これだけ利益を出しやすくできるってことなんですよ。はい、はい。で金融庁もですね過去の相場からのね、うん、レポートを出しまして、はい、はい、こちらですね、うんうん、はい、国内外の株や債券に100万円投資した時の保有期間5年と20年間の収益率を見せております。はい、はい、5年間の方を見ていただくと、うん、うまくいけば173万円、はいはい、期待外れだと72万円ということで元本割れしてます。元本割れちゃう、はい、うん、でも20年の場合にはうまくいけば321万、はい、うん、期待外れでも185万円ということで元本割れしてないんですよ。ねえ、はい、期待外れでも185万、そう、うんうん、年2から 8% の範囲に収まっているというふうなデータになってます。はい、まあ、これあくまでも過去の相場なんで必ず将来もそうだよっていう保証はできないんですけども、うんうん、まあ、これ短期的に見ればですね上がったり下がったりすることはあることあるんですけども、うんうん、長期で見れば値動きはある程度の範囲に収まっていて、うんうん、結果として損失の可能性を減らせることができるというのが見て取れるんじゃないかなということですね、はい、うんうん、そうですね、はい、ということなので、はい、まあ、短期ですぐにね売らずにですねやっぱ長期で続けた方がいい、それは利益確定でも暴落でもということですね、はい、よろしいでしょうか。というわけで、はい、動画のまとめです。はい、利益が出ても損失が出ても暴落が来ても途中で積み立てNISAをやめず淡々と続けるべし。はい、はい、短期で利益確定のために売却すると本来使えた残りの非課税期間を放棄するのでもったいない。うん、絶対に売却は NG ではなく教育資金、老後資金など積み立てNISAを始めた目的に合わせて活用するのは OK だよということですね。 OK だよ、はい、うん、で損失発生や暴落が起こった時は焦らず淡々と積み立てを続けるドルコスト平均法を思い出そうということです、うん、はい、はい、そして最後メッセージです。はい、積み立てNISAのことを忘れるくらいがベストなんですね、うん、はい、20年30年後には大きな資産を築けている可能性があるよということですね。もうまさにこれほったらかし投資がいいかなっていうそれぐらいですかね。そうなんですよ、はい、でも淡々と続けるのがいい、うん、でもそれを続けてるのを覚えてると気になっちゃうからね、やっぱ見ちゃいますよね暴落の時は。そうだからベストは忘れちゃうってことです、うん、はい、はい、そうすることで大きな資産を築ける可能性が高いよということでございました。はい、はい、まあね結構不安な相場になるとそうですね、うん、お金減っちゃってやだなとかね、うん、そういうふうに思うことはあると思うんですけども、はい、まあ、将来のためにここはね、うん、耐え忍んで淡々と続けていこうというところでございます。はい、はい、このような感じでマネーTVどんどん情報を配信していきたいと思っておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと高評価もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕たちTwitterやっております。ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね See you。